2016から2017シーズンの NBA は NBA の71回目のシーズンである。プレシーズンは2016年10月1日の土曜に始まり10月21日の金曜に終了。レギュラーシーズンは2016年10月25日の火曜に始まり2017年4月12日の水曜に終了。NBA オールディフェンシブチームは ティム・ダンカンの通算15回が最高記録。NBA オールディフェンシブチーム通算12回屈指のシューターとして3ポイントショットで、数々の記録を打ち立てたアマーレス・スタウダマヤー、ジョシュ・ハワード・ウィリー・グリーン、ラック・エルトン・ブランド・ケビン・マーティン・でショーン、スティーブンソン・マット・ボナー・ NBA フリーエージェントの交渉は2016年7月1日より開始され、ジュライモラトリアム終了後の7月5日から契約を、 結ぶことができる。プレイヤーオプション、チームオプション、アーリーターミネーションオプション、オフシーズンシーズン中シーズン途中で、ヘッドコーチの交代がなかったのは、1963から64シーズン以来であった。ドラフトでは、ベン・シモンズが、フィラデルフィア・セブンティシクサーズから全体1位指名を受けた。その他には、ブランド・イングラム、ジェイレン・ブラウン、バディ・ヒールド、ジャマール・マリー、 ドマンタス・サボニス、マリック・ビーズリー、カリス・スレバート、ティモテール・ワウ、パスカル・シアカム、ディジョンテ、マリー、マルコム・ブログ・ドンラーが指名を受けた。ドラフト外の選手には、フレッド・バンブリー・トラがいる。オールスターには、B ・シモンズ、B ・イングラム、J ・ブラウン、D ・サボニス、P ・シアカムの5人が選ばれている。プレシーズンは、2016年10月1日に始まり、10月21日に、 終了した。レギュラーシーズンは、2016年10月25日に始まり、2017年4月12日に全日程が終了。DR イコールディビジョン順位、CR イコールカンファレンス順位、PCT イコール勝率 Z イコール全体で、ホームコートアドバンテージ、X イコールカンファレンスで、ホームコートアドバンテージプレイオフは、2017年4月15日に開始。 ディビジョン優勝太字シリーズ勝利、ホームコートアドバンテージ、ありがとうございます。